魔の森の奥深く、一見何の変哲もない古い屋敷、ただその一室からは毎晩毎晩少女の悲鳴にも似た叫び声が聞こえるとか聞こえないとかごめんなさい、村上、お前を蝋人形にしてやろうか。お前らを蝋人形にしてやろうか。
ります。Thank you.
ております。今までの2曲はなんかあんまり舞踊最近よくやってる感じじゃなかったんですけど、あと3回は舞踊っぽくできます。We'll be right back.
いいっす。ゴゲです。今日は残り少ない3回戦のライブで、ほんまにも僕らもそうやけど、多分みんな全力でやってると思うし、もう僕ら今持ってる分全部やるんで、よろしくお願いします。練習中にしょうもない話して、ああ練習せなあかんなと思いながらもダラダラ喋ったりとか、俺が帰り道に仁太郎とチャリで走ってる時にしょうもない話したりとか、ふみかちゃんに冗談言って無視されたりとかそういう当たり前の日々がもう終わろうとしてる時に、僕らは大人になろうとしてる時に、この輝いてる日々がとても愛おしいと多分思うんで、多分僕ら今一瞬一瞬を楽しんでいこうと思います。ザ・ロック・ブギョでした。ありがとうございます。